皆さんこんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか本日ご紹介するのはこちら。ドッそン。えー、ということで本日ご紹介するのはゲームサーさんから出ていますゲームサー X2S ですね。で、タイプ C。タイプ C は対応しているものなので、これは名前に入るかちょっとわかんないですが、ゲームサー X2S のご紹介になります。 こちらはこの X2S を製造販売しています。ゲームサーサーの提供でお送りいたします。本当にいつもありがとうございます。気づけばね、もう本当にずっとご提供していただいて、いろんなコントローラーをね、皆さんに紹介できております。ということで今回は見てもらったらお分かりの通り、最近流行りのスマートフォンに装着する コントローラーになっております。それでは早速開封して中身を見ていきましょう。えっと、ちょっとここでね、ポッと動画これ挟ましてもらいます。何かというとですね、今回撮影を一度終わらした後にいろんなことがあって、バグを僕見つけたんですよ。X2S の大きいバグを見つけたりとか、システム UI がバージョンアップされたりとかっていうので結構2点3点して、で、いろんなところで後から撮り直したあ、ここ補填しとこう、ここ補填しとこうっていうのがかなり後から出てきたりしたので、ちょっとね、動画がパッと切り 変わったりとか,なんか時間がちょっとあれ早くなってたりすごい過ぎたりとかまた戻ったりとかちょっと言ってることがちょっとだけちぐはぐなったりとか基本的には統一させようとは思うんですがそういうことがありましたんでお許しくださいその代わり、えっと、皆様に本当この x2s にどういうことが起こってるのかとかそれをどういうふうに直すのかとかどういういいところがあるのかっていうのをとにかく細かくお伝えしたいがためにこうなってしまうことをちょっとお許しください。それでは動画続き見ていってください。さあようやく開きましたので ドーンということでよいしょこんな感じですそれでは開けていきますドンおそうかケースもにも書いてたなこのこの色ですねだから今回も SNS 仕様ですねスーパー・ニンテンドー・エンターテインメント・システム海外のスーパーファミコンカラーのやつで今回も来ましたね 軽いすごく軽いですねでこの箱が入っていていつもの感じかなケーブルとステッカーが入ってるのかな鶏ステッカーいつものたまにバグで2枚入ってますあこれキャップ変えれんねんなアナログスティックのここのキャップはじめは小さいからこれ大きいものに変えれますよっていうことですねで2位の合格証おあった これ貯めてる人結構多いんじゃないかな。ゲームサーステッカー。一回バグで2枚入ってました。で、これは、えー、サンキュ級カード的なものですね。こんな感じのサンキュ級カード的なもの。そしてマニュアリティが入っております。今回も多言語展開でいつも通りかな。そんな感じですね。ということでいつも通り見開きの多言語展開で、英語の次になんと日本語ですね。英語、日本語、韓国語。 これや何やろね分からへんけど、ロシア語みたいなやつ。で、デッチューということで、これドイツ語ですね。ということで、こんな感じでずーっと説明が書いてありますが、このようなマニュアルがついております。 はい。ということで、これがですね、X2S ゲームサーの本体になります。多くの、このようなスマートフォンコントローラーっていうのかな、スマホコントローラー触ってきましたけれども、今、パッドミーっていう感じはですね、今までで一番デザイン感いいんじゃないかな、締まりがいいというか、ちょっとこう、間抜けって悪い意味じゃなくて、間抜けしてないというか、この辺がちょっと寂しい感じがいつもするんだけれども、 いい意味で目詰まりしてるっていうか、こうギュッと詰まってる感がしますね。ちょっと一個一個見てみましょうか。それではメインのやつボタン見ていきます。まず言えることは、ストロークが非常にないです。ストロークがない。つまりボタンの高さがないので、プチプチボタンですね。直接基板のスイッチをしてる感じ、メンブレン感というかタクトスイッチというか、 そういう感じですね。まあ、実際にゲームを始めるとそこまで気にはならないと思いますが、あまり慣れてない人は驚くかもしれないですね。で、特にボタンが一個一個の面積が小さい、さらにストロークが低いので、もうちょっとちょっと押し感欲しいかなっていう感じは正直します。であと一個気になるのが、A を押すときにここがかなり近いので、こんな感じでアナログスティックに指当たるんですよ。当然こういう風にもちゃ当たらないけども、 こういうふうに脇締めて持つ人はすごく気になると思いますね。でも、Android のゲームなんかはこっちでこう視点をね変えるゲームなんかもたくさんあるので、右アナログスティックをなくすわけにはいかないで、本体全体が結構ちっちゃいので、これね、コンパクトなんですよ、とても。もうちょっと大きいやつってたくさんあるんだけど、ちっちゃいので、まあこの辺は仕方ないところかなっていう感じはします。で、十字キー。 うん、こっちも A, B, X, Y と全く一緒で、ストロークが非常に低いです。こんな感じ。真ん中はあ、真ん中は沈まないタイプですね。これはいいですね。真ん中が沈むタイプの時は格闘技で技が出しにくいので、これはいい部分だね。ちゃんと芯が入ってるパターンのやつ。ただし、こんだけストロークが低いと、 格闘ゲームはちょっと厳しいかもしれない。その辺が予想されますね。で、アナログスティックはボール型で非常に大きいものになってます。そこまでね、めちゃくちゃ軽い感じはしないけど、重くしっかりやる抵抗感ではないので、格闘ゲームではデッドゾーン調整をある程度しないとちょっと厳しいだろうなという感じがします。ちなみにこちらはホール効果のアナログスティックになってますんで、耐久性とかドリフト効果への対策が非常にできているということですね。 で、こちら、トリガーと L1、これは何な、名前何かな ?LB、LT、RB、RT。これね、L1、L2、R1、R2 って名前それぞれいろんなやつで違うんだけど、これは LB とトリガーですね。ここと L とトリガーボタン。うん。トリガーは非常にね、プチプチ感が強いです。なぜか、これね、マイクロスイッチなんですよ。 うんだからなんで ABXY にマイクロスイッチ入れんとこっちに入れたんかっての不思議なんですよね。なんか中の基盤的に入れれなかったのかなだかここはすごい待機力高いですよ。マイクロスイッチなんで。すごい気持ちいいプチプチ感。もしかしたら FPS ゲームなんかでここでショットボタンにしてるから 意外にそのユーザー層っていうのがここの ABXY の連打よりもこっちの方が連打するぞっていう統計が出てるのかもしれないね。何らかで。で、こういう風な仕様になったのかもしれない。ここの方にマイクロスイッチ使ってここはいらないんじゃないかっていう。できたら僕的にはここちょっと値段上がってもええので、この ABXY にもマイクロスイッチつけた方がユーザーはある程度完璧なコントローラーになったんじゃないのかなと思いますね。 で、トリガー部分は若干固め僕もこれの方がいいですねで角範囲はかなり大きめの方です結構しっかりとした抵抗があるトリガーボタンになってますで全体的には非常にしっくりきますねここが流線形になってますんで見てもらったら通り人間工学に基づいて作られてるようです最近はここがグッとこう何て言うかな 飛び出してる牙みたいになってるやつってのが多いんだけどもそういうものはそういうものでまたグリップ感は非常に強いんだけれどもあれするとちょっと大きくなりすすぎるんですよねこういうものって当然スマートフォンを挟んでポータブルに使うものなので大きければ大きいのでグリップ力があるのがいいっていう人もいるけどやっぱりコンパクトに収めたいよねっていう人にはこっちの形が推奨されますよねでこの形にしてはかなりグリップ力が高いですでちゃんとここにメッシュも入れて やれることをもう全部やってんぞっていう感じですね。で、あ、これ面白いね。だいたいこういうものって、ここのカラーを背面に持ってくるんだけど、このトリガーボタンからのカラーリングを後ろに全部持ってきてるっていう。ちょっとオシャレやな、これ。うーん、こだわったね。これ、これゲームさ、こだわったな。これわざわざこんなことせんでええのに、タコつくから。で、このグリップのところを別で取り付けていて、しかもこれゴムか。 ゴムだ、ここラバーだ。ここはプラね、当然。ああ、これ凝ってるなあ。へえ、これは面白い。これデザインこだわってんなあ。しかも素材もここわざわざラバーにしてます。ここまでこだわったスマートフォンコントローラー今までないんじゃない どっちかっていうと、ちょっとね、安っぽくて、ちょっとね、取って付けて作られたようなものが多かったんだけど、昨年の中盤あたりぐらいかな、ちょっとずつそこから、いろんな大手なんかも入ってきて、ちょっとこだわった、 スマートフォンコントローラー出そうぜっていう風に今傾いていってますよね。ゲームサーもこれ初めに言った通りね、これ見た目のね、締まり感っていうんかな、デザインに込めた感じが強いのを感じるんですよ。これ本気出してきたね。ただ残念なのが、これね、一択なんですよ、この色。SNS カラー一択なんで、これブラックで出してもいいんじゃないのかな こう全体ブラックで、ここは灰色みたいなんで、してもいいと思うけどね、これ。だいたいスマートフォンって黒なんで、まあ黒に白ってなると、ちょっと色が、違いが激しいんで。あ、すごいな、これね、開いた時って、結構ね、もっとね、ガクガクってしてたんですよ。こういうものって。すごい不安定感で、正直ちょっとそこに安っぽさを感じるんだけど、これないわ、それ。うん、多少は動くけど、 すごい安定感がすごい。こう開いた時の安定感が。あー、これ作り込んできたね。で、これスマートフォンなんですが、サイズが110ミ、mm、リから168ミ、mm、リまで挟むことができますんで、覚えておいてください。で、当然ここもラバーになってますね。紙のところが。で、ここが若干動くようになっていて、 スマートフォンにもいろんな分厚さがあるのでちょっとだけ上になって刺さりますよとかそんなんも対応できるようになってます薄いものとかでもねでそれで軽く大きさと重さを測っていこうと思います長さ横まあ、閉じた状態ですねゆっくりですけども17.5ぐらいで開いた状態でもうね対応の大きさは言うてますけれどもこれマックスでこんな感じ 24.6ぐらい今測りましたけどもちょっとこれが厚みは薄いところで見ようか薄いところはざっくりですけれども1.1ぐらい分厚いところだとそうですねまあアナログスティックの先っぽを外したし外して2.8ぐらいで重さ肝心のねスマートフォンと合わしたら本体が重いとあまり意味がないのでドンと載せると1 7 1グラムですかなり軽いですね それではこちら X2S と Android スマホを接続していきます。で、こちらの X2S は iPhone でも使えるんですよね。ただし iPhone が昔は Lightning だったんですけども、最新のもの1個前からかな ?USB-C になってるんですよ。ここのポートがね。なので使えるようになってますが、僕は残念ながら iPhone、その USB-C 型の iPhone を持ってないので、今回は Android だけのテストになることはご了承ください。それではまずポートに、 スマートフォンを差し込んでいきますこの時にこれがこう上下するのが役立ってくるのよねここがまっすぐやとちょっと入れるの大変なんですけれどもでは差し込んでよいしょグッと入れてでこう引っ張って挟みますこれで完成簡単ですよねではロック解除します大事なことがあるんですがよいしょ こちら、ゲームサーのアプリを必ず入れてください。X2S には。Bluetooth で接続されてるんじゃなくて、物理的に接続されているので、外部コントローラーとして認識されるんですね。で、これが初め、ちょっとミスやって、 僕も初めはものすごく不具合出るわと思ってたら、このゲームサーアプリを入れるっていうことが、その全ての解決になりますので、そこは注意してください。で、Google Play s t にこのようにゲームサー、G-A-M-E-S-I-R と入れると、このように赤い アイコンに白い鳥のマークのものが見つかりますので、こちらをダウンロードしてインストールしてください。では、ゲームサーのアプリを立ち上げます。で、僕の場合はもう一発でこれ、ゲームサー X2S と出てるんですけれども、皆さんはの場合はですね、はじめにポップアップでいろいろな許可を認可しますかみたいなポップアップが出るんですけども、それは必ずハイにしてください。それをハイにしておかないと、いろいろモードでちょっとエラーが出たりとか使えないよーとかっていう、 状態になりますんで、基本的にはいろんな権限をゲームサーアプリに認可しておいてください。で、認識されるとこのようにゲームサー X2S というものになります。でですね、 これ実は取り直してるんですけれども多くの方がこの画面にならないよっていう方もおられると思うんですその場合は一度ねゲームサーのアプリをアンインストールしてもう一回ねインストールし直してくださいそしたらねこの最新の状態になります多分ねバージョンアップがあったんだと思うんだよね UI がやらいガラッと変わってるので,で今回はこの新しい方でお伝えしようと思ってちょっと取り直しをしましたではちょっと一個一個見ていきましょうでこのゲームサーアップでいろんな設定することができます え、ここですね。この横ボタンを押してください。すると、このようにいろいろなモードが出てきますので、一個一個見ていきましょう。で、まずはゲームパッドテスト。こちらですね。こちらをクリックすると、このように押したボタンが反応します。で、正常に動いているのかっていうのがわかります。チェックできます。これで。ちゃんと動いてますよね。はい。で、トリガーもこのボリュームが出ます。こんな感じで。で、ここを押すと戻ると。で、次、ボタンの設定。 これは日本の ABXY の形にするのか、もう最近流通してる Xbox 型の ABXY にするのかっていうのを切り替えれます。まあこっち俗にスイッチ、最近スイッチモードって言われてるよね。中華ゲーム機の方ではね。まあこの辺を切り替え自由にしてください。で、ジョイスティックの設定。これがね、結構助かるんです。実は僕これちょっともう色々撮影がテレコになってて。 すでにデッドゾーンがここ88と85になってると思うんですが、せ、ここのはじめの5。このデッドゾーンはですね、もうね、デフォルトになってます。で、この X2S はこのデッドゾーンを0にすると、ちょっとね、問題が出てくるので、必ず5にしといてください。デッドゾーンを知ってる人はいると思うんだけど、コントローラーをどれぐらい傾けたら認識として100%になるのかってことです。これなんで5にしてやるかっていうと、これ例えば、デッドゾーンのはじめを0にすると、このスティックが一番上を向いてる状態が0で、 ちょっと動かすと、はい、動きますよね。動くよね。じゃあこれを例えば初めを、じゃあちょっと大げさに33にします。ちょっと倒しますよ。はい、反応しないでしょ。こっちは反応するよね。ほら。 でもこっち反応しないよね。動けるマックスを100%として33%以上傾けないと認識しないよってことなんです。これがデッドゾーンです。で、もう勘の言い方ならお分かりと思うんですが、じゃあ一番上のこれ88って何なのっていうと100にすると、フルにすると100なんです。でも、ここ 80, まあ例えばじゃあ50にしましょう。50にすると半分まで動かすとフルになるよってことです。もう。っていうことです。 だから、僕がいつも懸念している、ここのボールがすごく大きいときに、格闘ゲームでフルにこう、振り切らんと技が出ないっていうときに、デッドゾーンを、トップの方のデッドゾーンを低くしてやると、一番下までいかんでも、軽くスッと動かしただけでも、下から横っていうふうに認識するよってことです。だから、このデッドゾーン設定がゲームさんアプリで設定できるのは非常に、格闘ゲームやる人には救済措置になるよっていうことです。で、次、このトリガー設定ですね。 こちらの方を見ていきましょう。で、これもアナログスティックと一緒で、はじめ、どれほど押したぐらいから認識するのか、どこまで押すことで100%と認識するのかっていう、これは同じですんで、ちょっと割愛します、説明はね。で、このクイックトリガースイッチっていうのはオンにすると、もうちょっと押すだけで100%になれるよと。はい、これ。ちょっと押してるだけです、ここ。ポッポッと。 これ何かというと、例えば格闘ゲームでここは強キックとかなってる時にグーッと押し込まんと出えへんとか、あとはトリガーボタンがピストルバンバンバンってなってたら全部押さないと発射されないっていうのが問題だよねって言って、これをオンにするとちょっと押さえてパンパンって出たりとか、攻撃が出たりとかできるよっていうことの救済措置であるボタンです。で、いろんな設定をごちゃ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 やりすぎて、なんかようわけ分かれへんようになったっていう場合は、このデフォルトに戻すっていうのにすると、ゲームサーが推奨しているデフォルトの始めの設定にポンと戻すことができるので、その辺 ご安心くださいで、次、これがめちゃくちゃ大事なことなんですけども、これここタブでゲームっていうのとデバイスっていうのがありますよね。で、ここにマイゲームっていうところにいくつかバラバラバラっと出てますね。xbox ドラスティック DS のエミュレーターですね。で、PS3 リモート、レトロアーチ、リードリーム、原診、ESASX ーー、PPSSPP、エミュレーターとかアプリとかですね。出てますね。で、これ、必ずここに登録してください。じゃないと、まともに使えないんですよ、これ。で、どういう状況になるかっていうと、これちょっと後で言うんだけども、これね、G タッチモードっていうのがあるんです。この X2S にも。で、これはゲームサーが得意としてるものなんですけれども、何かというと、例えば原神って Android モードだと、コントローラー 対応してないんですよなので液晶をタップしてゲームしないといけないんだけれどもそれを擬似的ににコントローラーラ持っってていきましょうっていうのがタッチなんですこれ後で見てもらえますけども簡単に言うと例えばじゃあこの XBOX のところをタップしたいよっていう時に g タッチモードで起動するとじゃあここを B ボタンにあてがいましょうっていうふうにカスタマイズできるんですで B を押すと X ここをタップしたことになるっていうことで擬似的に原神をコントローラー化できるってそれが g タッチモードなんです ですけれども、その G タッチモードっていうのが誤作動を起こすんですよここにアプリ入れてないとこれがすごく悩んだこところなのこれ多分ね言ってる動画配信者いないんじゃないかな日本海外含めてこれね僕見つけたバグなんです何かというとここに登録をしていないアプリを立ち上げると G タッチモードで起動していいのかノーマルで起動していいのかこの X2S がわからなくなるんですでこの状態になるのにコツがあって これめっちゃ大事なんで本当と言いときます。これの同じ罠にはまってる人いると思うの。えっとね、X2S を新品で手に入れて、スマホさしました。 ってその状況ではこのバグ出ないんですよこのバグが始まるのだからこれがバグなのか仕様なのかちょっと分かんないところなんだけれども一度原神を立ち上げて G タッチモードのの編集をするるとこの状態になるんですでもこの状態が多分ね正しい流れなんだと思うんだけどそうなるとこのゲームのところにアプリをとにかく登録してないと基本的に G タッチモードで全部立ち上がっちゃうんですよちょっとお見せしましょう。でここで これ G タッチモードの設定の、これあれ、えっと、ここだね。これボタンなんだけど。はい。で、例えばこれ位置ちょっと動かしますよね。で、×押して保存します。はい。これで外部保存ができました。ちょっと戻るまで時間かかるかな。はい。それで一回アプリやめます。 で、えっと、レトロアーチ立ち上げます。はい、効かないんです。おかしいでしょ、動き。これが僕見つけたんですよ、このバグの再現を。動かないの、ほら。これみんなびっくりすると思う。ほら。これね、何かというと、これ G タッチモードのスワイプが動いてるんですよ。ここが何も消えへんねほら。ね。 じゃあ、これをどうやって直すかっていう。で、ゲームサーのアプリ立ち上げます。で、ゲームのところで、ここで、えー、レトロアーチを追加します。で、このマイゲームからレトロアーチを起動。消してるかな多分消してるね。はい。えっと、レトロアーチを起動します。はい。直ってるでしょで、ゲームサーが認識されました。 これで使えるようになるんですよ。これが盛大なバグ。これはね、ちゃんとこれ伝えるから、ちゃんと治るはずです。で、じゃあ、例えばこれで、でですね、マイゲームから、じゃあ、レトロアーチを削除します。これでなくなったよね。で、マイゲームの中、なくなりましたよね。これで、レトロアーチを立ち上げても、ちゃんと認識するんです。これはもう完全にシステムのバグです。これはだからね、あの、直せると思う、これは。 でもこれに結構陥る人は相当数いると思うんで、あの、覚えておいてください。で、先ほどお伝えした通り、使い方もあるんだけれども、そうじゃなくて普通にさっき言った通り、原神とかリモートプレイとか、他にもいくつか特殊な G タッチを使うゲームってあると思う。レースゲームなんかでも多分コントローラーに対応してないやつとかあると思うので,で、そういうものはここに必ず登録して起動してください。 で、あとはね、ゲームサーバーも結構老舗で、いろんなデータも集まってるんで、G タッチとか特殊な設定で起動するものってのは自動で認識されます、ここ。原神とかもだいたい始めポンってここで勝手に認識されてますんで、その辺はご安心ください。という感じでした。ちょっとこの後とか前後若干ね、2点3点してるのってこういうことが後で分かったりとか、 アプリがアップデートされたりとかっていうのが結構いろいろあってあ、このバグに僕が出会ってしまったとか、いろんなことがあって、ちょっと動画が後撮ったりっていうのを前持ってきたりとかするので、ちょっと今回の動画が2点3点してるのはお許しください。それでは格闘ゲームを使ってコントローラーのテストをやっていきます。まずは十字キーですね。D パッドからやっていきます。PSP のストリートファイターでやるので、テストモードが使えるので、テストモードでゆっくりとわざ入力していこうと思います。では行きます。<noise> うん、大丈夫だね、うん。うん。大丈夫ですね。シンクいきます。あ、出たね。じゃ逆側いきます。こっちからやっていきます。 あのねやっぱりねストロークが低いのでボタンのちょっと指がこう全部やっぱべちゃっとひっついてきちゃう感じがあるんですよね出んことはないうんそんな悪くはないねこっちの方がまだ出しやすいかなあこっちもちょっと出にくいかあこっちの方ね 100パーバチバチっていう感じではないけどそんなむちゃくちゃ悪くはないですではアナログスティックやっていきましょう、うん、スムーズやないシンク行きますあこれはスムーズですねあいいですねこっちはシンクでいいかと これ俺の技の入力があのしっくりきてなかったら大丈夫です問題ないですうん大丈夫ですねじゃあちょっと逆側行きましょうこっちからアナログでいきます、うん、初めは俺がしっくりきてないごめんなさいうんうん でもボールが大きいからね。あの、ちなみにデッドゾーンはちょっと緩めにしてます。じゃないと大きすぎるからもうフルに動かさなあかんからちょっと緩めにしました。その辺があの、アプリ使ってできるのはいいよね。 悪くない悪くないうん、うん、アナログはめちゃくちゃいいっすねああアナログいいっすねこういうあなんていうかスマホ挟むようなコントローラーだとなかなか格闘ゲームちょっと難しいよねっていうのが多かったのか アナログスティックいいですね。で、十字キーも正直ね、出しにくいのは出しにくいです。出しやすいとは、あの、言えないですが、ちょっとコツを掴んでくるといけるかなっていう感じ。指をエアンバにちょっと外してやるというか、そういう感じの感覚がいります。こう、興奮してきてベタ押しになると、やっぱりストロークが低いので、これが移動しないんですよ。なんていうか、ボタンが下押しっぱなしで横押してるみたいな感じなの。本来、下、斜め下、横、真、ま、空、あ、やったら、 もう一回それ戻ってこうなるんだけどその2回が例えば横なってる時もちょっとこの辺押してしまってるみたいなこう下ら辺で終わらそうとするとこっちがまだ下がってるみたいな認識になるのでその辺がちょっと足引っ張る部分かなと思いますだからもうちょっとストローク高くしてもいいんじゃないのかなって思いますけれどもねでも総じて格闘ゲームには超絶100% 向いてるとは言いづらいですけれども、できないことはないというか、比較的向いてる方だと思います。 ですいませんちょっと、ね、パッと画面変わったと思うんですが実はですね初めそのままで操作できないよって話をしてたんですがあのゲームサーアプリの方がアップデートがあったんですよちょっとその後てんやワンやってと結果だけさっき言うとこのまま使えましたつまり G タッチモードじゃなくて普通にコントローラーとして PS5 の えー、リモートプレイですねこちらの方を使用することができますのでご安心くださいちょっとゲームやってみましょうはいこんな感じで使用することができますすごいねあこれカクカクしてるなうちの,あの電波状況が悪いです、まあ、ポコ F3 の多分ネットワークの低さだろうね 安定してきたかな安定してきましたね。はい。こんな感じで PS5 のリモートでも使用することができます。 はい、次は XBOX リモートですがこちらも接続しただけで使用することができますちょっとゲームやってみましょうか いいっすね。<laughs> 普通に技出るね。<laughs> はい、よかったら参考にしてください。Xbox リモート、PS5 リモートともに使えます。そして技も入力ちゃんとできます。えー、じゃあ今回ちょっとやっていこうと思うのが、原神これが、Android モードはですね、残念ながらコントローラーに対応してないんですよ、ノーマルでは。でも、この g タッチモードを使えば、 ボタンが割り当てられてるんですよね。これも自動で割り当てられますけれども、どういう感じなのかちょっと見てもらいましょう。では、このゲームサーアプリ経由で原神を立ち上げます。これをタップします。すると、このような画面が出てきますので、G タッチモードで起動。これでアクセス強化しますかって出ますんで許可します。で、ゲーム起動中。これで原神が立ち上がります。原神の方が起動しました。動かしてみます。はい。すでに最適化されているので、このまま普通に遊ぶことができます。 はい、こんな感じだね。ここ押してることになってるよね。タップしてることになってる。で A がジャンプかな。こうですね。でこれの内訳がどうなってるのかっていうとここの赤い G タッチモードのメニューがあります。これを押します。はいするとこのようなものが出てきてつまりこれを動かして設定することができるんです。 で、原神は、これはどこでも指をスライドさせると移動になるので、なので、これはどこでもいいんですよ。はっきり言って。で、L を大きくすると、細やかな動きになります。ここの一番左行くまでに時間がかかるから、逆に小さくすると、すぐフルにグッと押し込んでる状況になるということですね。そういうふうな感じになります。なので、ボタン変えたい場合は、 X をこっちの方を持って行ってやるとか、そういう風にすればいいよっていうことです。簡単に言えば。はい。よかったらね、この辺参考にしてください。えー、ということでいかがだったでしょうか見てきていただきましたのは、ゲームサーさんから出ています、ゲームサー X2S のスマートフォンコントローラーって言えばいいのかなになります。 外観面はファーストインプレッションでこのボタンですね、メインの四つボタンのストロークの薄さっていうものがかなり懸念されたんですけれども実際ゲームをするとここのメインの四つボタンはそんなに違和感はなかったです。で十字キーも普通のアクションゲームとか RPG であったりとかそういうものをゲームする分には何の問題もないんですが 格闘ゲームの時はやはりこのストロークの低さっていうものがちょっとネックになって技出にくいかなっていう感じがしますただしよくあるような全く出えへんねんっていう状況ではなくてうまいこと対応していったら技出るかなっていう感じがしますそのおかげはこのボタンの中央部分が 凹まないちゃんと軸がある状態にしているのでこのでここ辺はだだわりだと思いますでメインのやつボタンなんですがやはりプレイしていてちょっとアナログスティックに A ボタンを押す時かかるかなっていう気はしますんでこの辺はやだよっていう人もおられるかもしれないので注意してくださいただしねやはりこの今回はこの小さくしたコンパクトにしたっていうところでこの弊害はどうしても避けられへんかなっていう気はします で、動画内でもお伝えした通り、高性能な Android のゲームになってくると、右アナログスティック結構使うので、 これは削除できないんですよね。なのでまあ、あわよくば取り外しなんかもね、できるようなものが今後、開発されればそういうものが採用されていくのかなっていう気はします。で、アナログステックの方は、ボールが大きいタイプになりますので、非常に繊細な入力が可能となっております。で、ちゃんとホールエフェクト、ホール効果ですね、になっているので、よりその辺はボタンの精度っていうのは高いです。ただし、これも格闘ゲームになってくると、いつも懸念している通り、ボタンが大きいとすごく、 キーを動かさないといけなくなるので、その辺の弊害ってものは出てきてます。ただし、ゲームサーはデッドゾーンの設定が可能なので、今日みたいに僕みたいにデッドゾーンをちょっと弱めにしておくと、思いっきりフルにこういう風に押さなくても反応するようになるので、 多少は救済措置になっているので、その辺も利用すると、ちょっと技は出しやすいかなっていう感じがします。でもね、とにかくね、アナログスティックの精度は非常にいいので、ちゃんと入力さえできたら技はちゃんと出るので、そこはご安心ください。よくあるアナログスティック操作しやすいよ。でも実際入力すると全然技出ないよっていうコントローラーも多くね、今回まで紹介してきてますので、その辺はこのゲームサーの XS は問題はないっていう部分はお見知りおきください。で、実際操作していてグリップ 感も非常にしっかりしてるし、重さも元々の重さもそこまで重いものではないので、なんかそのこう操作をしていて違和感を感じるっていうことはなかったので、そこを気にされている方も特段えっとこの干渉部分ですね、ここ以外はそんなに気にすることはないのかなっていう気はします。ただし動画内でもお伝えしていた通り。 g タッチモード系、あとはゲームサーアプリにバグが存在するので、一応うちのあの回避方法で回避はできます。でもこれは僕が見つけたこれだけであって、もしかしたら他にもまだバグが残っているものがあるかもしれないので、そういう場合はアップデートのためにも、 ゲームサーに連絡するか、あとはうちなんかに連絡してもらえたら、うちで再現できたら、それをゲームサーに飛ばして、修正してくださいね、っていうことは伝えますんで、うん、システム面はちょっともったいないかなっていう気はしました。で、あとは勘違いしてはいけないのが、ブルートゥースではなくて、物理的な優先の接続になってくるので、 えっと、うちで試したエミュレーターは大体も問題なかったんですが、もしかしたら Bluetooth 接続ではないがゆえに認識がちょっとおかしくなるよっていうものがもしかしたらあるかもしれないんです。今までいろんな中華ゲーム機でも Bluetooth の接続の時は問題ないけど、有線の時にはちょっとボタン配列がおかしくなったよっていうのがあったので、その辺は僕も全部が全部試せてないので、そこは一応 Bluetooth と有線っていうものは違う今回は接続状態になってるよっていうのは頭に入れておいてください。ということで、いい部分とちょっと知っておかないといけないよっていう部分があるので、 この辺を踏まえて皆さんが買おうかな、やめとこうかなっていうのは決めていただいたらええと思います。で、日本のアマゾンで販売中で定価が6499円ですが、今回10%オフのクーポンコードをいただいておりまして、5849円になります。スマホコントローラーはね、安かろう悪かろうというものがたくさんありますんで、この金額帯っていうのは僕はゲームサーっていう大手である程度安心した操作官の中で販売されているものとしては、めちゃくちゃ高い金額ではないと思って ますんでかなりお買い得ではないのかなと思いますよかったら参考にしてくださいクーポンコードと商品リンクは動画の下の概要欄のところにありますんでそちらからジャンプして買ってみてはいかがでしょうか本当はね発売日よりはるか前にご提供物をいただいておりましてゲームサラさんが望むね日にアップでアップする予定満々やったんですけどもあのバグを見つけてしまったんですよ それであれよあれよという間にズル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 このえっと時期になってしまいました。ほんと申し訳ないです。えっと日本でもね何人かの方がもうアップしてると思うんだけど、このバグは、えっと誰も追求してませんでした。なので動画がアップできるんだと思う。僕もまあだからある意味では遅くなったけども、これに気づけて、で僕はそのまま出したくなかったんですよ。で今回修正方法もちゃんと見つけたので、その上でアップできたのでね。 で、逆に、あの、他の動画見て、さっき買ってる人も多分このバグに陥ってる人多くおられると思うので、え、これが救済措置の動画になるかなと思いますんで、そういう意味では遅くなったけども、良かったかなと思います。え、ということでした。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。